はい、今回早々のフリレン第19話、入念な計画が放送されましたので、その振り返りだったりとか、原作の違いをやっていこうかなと思います。いよいよ始まった一級魔法使い編がスタートしてるんですけれども、今回もまたすごい良くて、戦闘描写の細かさだったりとか、一瞬過ぎて原作にあったんじゃないかと思える神的な描写だったりとか、ちゃんと伏線が貼られていて、それを回収してくるような部分がたくさんあったんで、その辺について振り返っていこうかなと思います。構成に関してもこれまでと違う形ですごい細かく作られていると思うので、 その辺についてもピックアップしていこうかなと思います。ぜひ皆さんの第19話の感想だったりとか、もしくは原作との違いだったりとか、ここも良かったなどあれば、私も見落としている部分あると思うので、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考および励みになっております。では、早速本題に入っていこうかなと思います。 まず、冒頭は前回の振り返りですね。まあ、試験官のゲナウから試験内容の解説もそのままとなっております。まあ、ここもかなりシンプルにどんな内容なのかとか、そして今回目立ち始める新キャラたちも映してオープニングへと移ります。オープニング後、原作では前回38話までの途中が描かれていたんですけれども、まあ、カンネが魔物に襲われて、フリーレンが助けたことで、まあ、カンネとラビーの信頼関係の階層が語られたりとか、まあ、人間らしい新たな側面を知るフリーレンが描かれて、そこからカンネが気づいた違和感は何だったのかという場面 でで幕を閉じておりますで今回冒頭からアニメオリジナルの展開となっているんですけれども、まあ、2人が仲良く寝ている場面が挿入されていて、フリーレンは火を見つめるシーンが追加となっております。 まあ、カンネ・ラビーネの関係性も保管されていて、まあ、ラビーネがほらやればできんだろうみたいなことを言っていて、まあ、そうかなとカンネが言っていて、夢の中でもそのままの二人が描かれています。そして二人の関係性を表すカンネの、ラビーネは乱暴だけれども、ちゃんと私を引っ張ってくれるの言葉から原作に戻るんですよね、まあ。フリーレンのヒンメルたちとの過去回想へと移ります。ここの一連の冒頭、たった数秒なんですけれども、うますぎる感動レベルの爪かなと思います。で、ヒンメルたちはリュートの初戦闘を控え、震える愛善から描かれていて、ヒンメルも怖いと言い、 つもりだったけどうまくいかなかったというねエピソードですねまあ、それでもアイゼンにとってはヒンメルのが共感するというか自然体であることがアイゼンの緊張をほぐした回想となっていますまあ、その時々だったりとか状況だったりとかまあ、パーティーによって変わってくるこの定説がないことをハイターが言っているんですよねでここでフリーレンはカンネとラビーネも同じく仲間ごと人それぞれが違うということをヒンメルの回想を思い出すことでつながってくるという内容となっています2人を通して勇者ヒンメルパーティーでしかなかったフリーレンが体感する場面かなと思います まあ、青い光でね寝ている2人を照らしながら語るのも原作と違って原作はさらっとかんにぼやく程度だったんですけれども寝ている2人を見て寝言でわかる信頼関係と重ねるからこそ何倍にも深まる描写かなと思います。 いやもうどうやったらこんな細かい調整でねアニメでできるのかなっていうレベルの話なんですがもうほんとこれ感動レベルですで。しかもこの場面はこの後流れに違和感なく直結するシーンとなっているのがフリーレンがこう動き出す瞬間ありましたよね。そこも描かれていてここも今回の後のエピソードに繋がっていきます。で場面は変わりフェルとランとユーベルのパーティーですね。早速シュティレを捕獲しております。しかしここから先が大事というランとユーベルなんですけれども他のパーティーに奪われないように守らなければならないという場面でユーベルが対人戦の時間 のところでもうめちゃくちゃね楽しみな顔をしているユーベルが映されていて演出が強化されていましたもう最高ですねこれ笑うのはアニメでも追加となっておりますえここで原作38割39は捕獲作戦指導へと移りますえ前回の終わりカンネが気づいたことを踏まえ失礼を観察した結果をまとめる場面ですねまあ、音速を超える速度の失礼についていくことは困難の時に原作通りカンネのこう無理演出も可愛くて良かったですねそのままとなっておりますその頑丈さゆえの拘束も不可能ということですで ににに敏感感でで魔力を抑えててももすぐに逃げられれるるこののたりりきっちり原作のまま絵は丁寧に描かれているといとう感じでしたそして最大の問題は、シテレ自体が魔力を持っておらず、魔力探知ができずどこにいるのかもわからず、数もわからないという状況ですで。ここ細かいんですけれども、カンネが見つけること自体が困難であることからも、姿を表さないというところでカンネが足をバタバタさせているんですが、こう感情的な動き、最後はこの足をバタバタしているのが止まるということで、一瞬の描写を人間的に映してくれるのが細かいけど、 てくる演出なんですよねこういうなんともないシーンがまたいいですでフリーレンからもシチレを捕まえるために役立つ魔法の実験をしていたということがいいここで先ほど寝ている2人を見ていた時に最後ねフリーレンが動き出したシーンありましたけれどもそこを振り返るという形となっていて実際2人が見ていない時に実験をしていたというね描写をつなげてくる構成に仕上がってるんですよねいやほんとすごいですで夜出かけていたという時間軸も配慮した描写がヤバすぎるなという感じですねでフリーレンからすでにカンネに見せたという鳥を捕まえる魔法 ダイレクトすぎるね、魔法の名前なんですけれども、まあ、原作もそうですが、カンネに見せた魔法って何だったっけなって皆さん思い返されたと思うんですが、あっとなる場面なんですよね。まあ、それが狩猟を生りとした一族が編み出した民間魔法となっていて、カンネが襲われた鳥型の魔物を捕らえた魔法へと繋がってきます。しかし、魔法には欠点があり、射程が50センチということもあり、この辺りも原作通りですねで。これまで最大3メートルでもダメ、遠くでも察知されること、あと一歩という言葉、まあ、これは大きな一歩ではないかなということでしたよね。ここでフリーレン からカンネラビーネに足止めはでできるかという聞く場面ですねでラビーネは氷ではおそらく無理カンネは足止めはできるがその魔法の構造が語られていきます水は生成することはできないけど水がある場所じゃないと使えないまとまった水は事前に魔力を込める必要性がある分散する雨なら可能しかし水に魔力が込められたらシチルは寄ってこないという解説がされていきますでフリーレンはこの手札を元に魔力を込めた水にはシチルは寄ってこないというこれをヒントに作戦を立てますこの後3人で作戦会議を 話すすんですけれども視聴者もそうですが原作でも読者もどんな作戦なのかわからないままラビーネはリスクが高く他のパーティーに喧嘩を売ることになるとこう匂わせてくるんですよね。 しかし、作戦として効果的で、カンネがラビーには怖いのと聞くといつも通り原作通り頭を引っ張られていました。場面は変わって、フェルンが所属する第4パーティーですね。ラントが試験終了まで潜伏してやり過ごすというところで、原作では歩きながらの解説となっていましたが、しっかり洞窟にね、潜伏する描写に変更されていました。高線的なユーベルも描かれ、水が切れたため補充へと向かいます。で、向かう道中、シティレ捕獲に安堵するラントですが、ユーベルがどうやらそうはうまくいかないみたいだとあることに気づきます。 自分たちが歩いているのは枯れた川であり似たような地形が何か所もあったと冷静に分析するんですよね。ここでフェルンが結界の存在と効果について気づきます。結界の描写も細かくて良かったですねえ。結論、水のほとんどは盆地の真ん中にある湖に集まっていることで質量もそうなるだろうというね仮説でした。潜伏したい子フェルンたち第4パーティーと捕獲者の別のパーティーを遭遇するのはリスクが高いため別を探すこととなります。ここでフェルンがハッとしたところで魔法を打たれます。えここからの戦闘描写、めちゃくちゃ細かくて アニメで追加されていたんですけれども、まあ、最初もそうなんですが、フェルンが攻撃をガードした時にようやくランとか気づいているという描写を挟むことで、フェルンのこの魔力探知、まあ、長距離型というところの高さがわかる場面は説明はないけど強化されているんですよね。原作ではすぐにビアベルたちが出てくるんですけれども、その前に三撃誘導で魔法をフェルンが打ち、下がりながら距離を取って防御体制に入っているんですよね。このフェルンの動きは自分の得意な遠距離と、まあ、即射性、魔法を早く打てるというこのほんの数秒で物語る描写に昇華しています。 これ原作だとほんの一瞬だけの描写なんですけれどもここまで追加することによってフェルンがどう考えて動いていたのかっていうところが描かれているんですよねビアベルの素早い攻撃でユーベルが受けるっていうこの一連の描写も前を詰める描写が追加となっていて細かく演出されています で、第8パーティー、シャルフ、エーレも登場ですね。もう私を含む原作勢は大興奮だと思います、まあ。アニメではシャルフの魔法だったりとか、エーレの魔法特性もこの時点で描かれていて、こう匂わせる演出になっていたのもめちゃくちゃいいなと思います。この二人どんな魔法を使うのかなという感じでしたよね。で、ここで、ね、個人的に良かったのが BGM ですね。 今回 BGM はトータルでいいんですけれども、戦闘描写のこの盛り上がり加減だったりとか、独特感出てるのがまた良くて、この戦闘描写にかなりマッチしてるなという感じです。エヴァン・コールさんのこう楽曲がバチバチにはまってるなという感じでした。で、ビアベルの悪そうな、こう、チャラそうな雰囲気もまさにそのままでもうこの人しかいないなという感じです。え、ここでフェルンの反応速度に対して言及するのも、先ほどの戦闘描写が生きてくるんですよね。これが単なる戦闘のまま反応速度と言われても、魔族との戦闘の時もありましたけれども、それだけではなくて、今回の一の の描写に見せるというねほんとうまい構成となっていますえここでバチバチの戦闘が始まると思いきや爆発音が響きます湖をラビーナがね魔法で凍らせていっているんですよね 氷の描写もすごい細かかったんですけれども、熱い氷に覆われるのがしっかり描かれています。えビアウェルは第2パーティーだと気づき、他のパーティーも動揺しています。えここもいいのが、凍らせ終わるとラビーネが全力で走り、古城を後にしようとしているんですよね。これは後ほどの展開につながってくるんですけれども、この描写を入れることによって何やってるんだろうというね、ちょっとの面白さが湧いてくるという感じですえ。計画の先を匂わせる演出で、その後別パーティーが原作通り氷を溶かそうとしています。何をやっておる早く溶かせの。あのキャラマ、まあ、エデルもちゃん とセリがが追加されていてていい見せ場が多くなっていますそして来ました、デンケンですね。旧魔法使い編出てくるキャラクターの中でも、個人的に一番嬉しいキャラなんですが、まあ、リヒター・アラオホンもしっかり紹介されていて、デンケンは先を読んで、フリーレンパーティーからシュティで奪還を狙う剣というくだりは一緒となっております。 動き出す試験メンバーたちが描かれて、まあ、フェルン vs ビアベルだったりとか、走るラビーネ、池を探して魔力を込めるカンネ、散策しながら何かを探すフリーレン、フェルンがフリーレンが何かしでかすのではないかという場面で39話は幕を閉じます。そして40話とは映るんですけれども、冒頭の方でもエーデルもしっかり描かれていてよかったですね。電検たちは氷を溶かしたところで失礼は魔力に寄ってこないという冷静に判断して、他のパーティーも水辺目的で動いていくという描写は原作通りとなっております。しかし魔力探知の でカンネがやられたように魔族への対応ができないと解説をしてくれておりますこちらも原作通りですねえ混乱する試験の中電源は今回のタイトル入念な計画だと分かっており動いていきますでこの後の描写が個人的に今回一番良かったなと思うのがその後電源視点で森を移していくんですけれども魔物にやられた死体を発見しましたよねここアニメで強化するのはちょっと驚きだったんですけれども電源がその死体から木を伝って流れてくる血を触れるんですけれどもここでもう死んでると発言していますこの この描写はね、原作にはなかったんですけれども、まあ、血の量だったりとか、やられた時間経過だったりを把握する、リアルな描写がよくわかる追加となっております。まあ、これに加えてね、電源の、まあ、豊富な知識、長年のね、経験だったりとか、魔力探知の高さを物語る伏線となっているアニオリだと思います。その後、ラオェンから降ろしてあげようというものの、死体に魔法がかけられているから下ろそうとすれば、逆に探知されるリスクがあることを語るのにも繋がってくるんですよね。で、電源から外勢についても詳しい解説がされていきます。まあ、この辺りは原作通りです。 そして、ラオヘンから、試験区域の異常さ、犠牲者の出る鬼畜さを言いますが、リヒターから一級を初めて受けるラオヘンに、この手で死ぬ者は一級魔法使いにはいらないという試験の目的が語られていますが、この辺りも原作通りです。で、リヒターからね、大陸魔法協会は一級魔法使いの質の場面で、強く誇り高い魔法を未だ夢見ているのを解説で、ゲナウの姿を早めに映しているのも、その異常性がよくわかる演出となっていました。まあ、これ追加なんですけれども、原作では森の中にテーブルだったんですけれども、アニメではテントがて、 られれていていいお茶をゆっくり飲んででるる姿が描かれるのでこのギャップってところがすすごく強,く強調されていいたかなと思いますここで、電剣からは、この強く誇り高い魔法使いというところで、時代遅れと否定します。ここで、常にこう、電剣何者なんだろうなっていうところはわかるんですけれども、魔法使いに質はいらないと言い切るんですよね。優れた魔法使いでも、人心を掌握できなければ、無力も同じ、深すぎる内容かなと思います。しっかりこう、若き頃の電剣も描かれていて、失脚、迫害されてきた、その現実を見たからこその言葉となっているんですよね。これ フリーレンがね、自分よりも魔力が弱い相手に11回負けたという部分とも繋がってくると思うんですけども、ただただ強いだけではないという部分にも繋がってくるかなと思います。魔法は誇り高いものでも何でもない。まさにこう魔族からすれば逆の心理にたどり着いているのが電拳で、もうこの時点で好きになるなという感じです。でここで電拳は水溜りを見てあることに気づきます。第2パーティーフリーレンたちが動いていく中、電拳はあらゆる水場に魔力がわずかに込められていることに気づくんですよね。電拳ほどの魔力探知でなければ気づかないレベルとなっていて、 かけた本人、ま、カンネですよね。魔力探知が苦手なカンネなので、それほどのわずかな魔力が込められています。電気にはすべてお見通しとなっています。そしてフリーレーンは、失礼魔力は込められていない水場で待ち伏せして、完全に魔力を消すフリーレーン。この辺りも原作通りですね。次々と魔物がやってくるも、全くフリーレーンに興味を持たない、警戒しない魔物たち、ガイゼルでさえも気づいていないんですよね。ここも細かいんですけれども、フリーレーンの目の前にある水が揺れている描写とかもすごい細かくて、この穏やかさというところが表現されています。 え、ここも BGM がすごい効いていて、最後失礼をね、捕獲するときはもうほんとなんか大ガドラマ見てるんじゃないかなというレベルの壮大感が出ていてよかったかなと思います。で、捕獲に成功するも電気にこの魔法について探知されてしまうんですよね。そしてラオヘンが瞬間でフリーレンの元へやってきて、ラオヘンの描写はめちゃくちゃかっこよかったですね。アニメだからわかるその速さという感じでした。ちなみにね、ラオヘンの足の置き方も変わっていて、右足を伸ばすような可憐さが出ているのもプラスとなっています。逃げるのはもう遅いみたいだねというフリーレンのセルで原作40話割り、41と 移ります。フェルンパーティーとビアールの戦闘が続いていきます。シャルフのジュベラートだったりとか、エールのドラガーテですね。戦闘描写はもう申し分なく素晴らしかったです。エールからフェルンの古い戦い方、戦闘では基礎的な魔法以外使わないという師匠フリーレンの教え。この時代はそれで十分だと言っていましたよね。まあ、エールはそこに違和感を感じています。熟練の魔法使いと対等していると感じるこの違和感ですね。原作ではフリーレンが映されていましたが、ここはあえて映さないのも引きの美惑だと感じます。で、ここの戦闘ちょっとすごい 良かったなと思うのが声なんですけれども、例えばフェルン側から見ていると、エーレの声っていうのはかなり遠くちっちゃく聞こえるようになっていました。立ち位置から音量っていうのが変わっていて、そういう細かいところにもこだわられていたシーンがここかなと思います。まあ、これは距離感というところの演出にもなっているのかなという感じです。エーレが一番強いのにビアベルを立てるのはなんでなのかという場面で、原作ではすぐビアベルとユーベルになるんですけれども、アニメではすぐにこの内容が語られていきます。先にビアベルについて語るのはシンブルでいいですね。で、このビアベルっていうのは実戦経験の桁が違って、 勝つために卑怯な魔法を使う人物であるとエーレイららレからビアベルと戦うあの子は死んじゃうよということを言っていたんですけどもユーベルが得られるのではないかなというところで第19話は幕を閉じます盛り上がる場面での引きがまたもどかしいのが最高でしたね 次回はユーベル戦が楽しめるので一週間待てますね。第19話いかがだったでしょうか今回はこう比較的心理描写はまあ少なかったんですけれども、単純に戦闘だったりとか戦略だったりとか、トータルでこう面白さが膨れ上がるそんなアニメ界だったかなと思います。ほんと隙がない戦闘まで細かいのはもうずるいと言っても間違いではないかなと思います。ぜひ皆さんね、私が気づいていない部分だったりとか、ここが良かったのであればコメントで教えてください。第20話必要な殺しということで、ビアベル、ユーベル電検などまだまだ楽しめるキャラクターたくさんいるんで で期待者ですね。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。